だ、明けましておめでとうですね。こんにちは。パイナビさん、ハッピーニューイヤー、ありがとう。こんにちは。まだお仕事じゃないのかな、みんな。インディーさん、ハートありがとう。ありがとう。センスもありがとう、センス。あ、まだ休みなのか。そら、お父さんは今日から仕事だから、てっきりみんな仕事だと思ってた。ラッコさん、みかんのこたつありがとう。5日からなんだ。あさってか。明日とかからか。パパが仕事行ったから、もう、あれかと思った。お仕事かと思った、みんな。こんにちは。6日から仕事。お、頑張れ。今日もちょっと、ラスト兵庫なので、楽しみます。明日公演ってやばくない？公演感がすごいないんだけど、めっちゃ。新年初めてだから、ちょっと緊張する、ドキドキ。緊張と不安と緊張と不安。明日がお仕事始め。お、明日公演かな。昨日までお仕事、逆にお疲れ様です。明日お仕事。お、ティガーさんも来るのね。こんにちは。今日は朝から七並べをしたり、してました。正月休み満喫してます。めちゃめちゃ満喫してます。のやばいぐらい楽しかったです。昨日は何だっけ、モッコス行ったんですけど、近くではないけど、お父さんが明石海峡大橋の近くに連れて行ってくれて、お写真を撮ったのでまた送ります。明日からお仕事始め。仕事はいつか。お仕事はで、ソロの知ってる方明日多そうだな、嬉しい。最近全然いなかったから嬉しい。ウィンディさん、みかんのこたつありがとう。私こたつないからめっちゃ嬉しい、ありがとう。お仕事始め。放課後ホームルーム、ホームルーム。みかんのこたつ、寝まくり？食べまくりではない。昨日は朝お腹空いてなかったからちょっとお菓子食べて、でお菓子なんかチョコパイみたいなやつを2個食べて、でその後に何も食べなくて、モッコスの夜ご飯まで何も食べなくて、夜帰ってきてみんなでデザート食べたって感じだけど、そんなもん。まあでもそんな急激に多分太ってはないと思う。2キロとか1キロとかそんな増えてないと思う。言うて食べてないね。トワイライトさん、みかんの形ありがとう。ぬくぬく。ニラさん、なるままありがとう。食べ過ぎた。お昼ご飯はまだ食べてない。今日は朝からなんかクロワッサンみたいなやつにさ、白いなんか砂糖がさ、なんかこうふよーってかかってるやつあり、あれとあの平家パイ食べました。平家パイ2枚か。お父さんがおとといかな、買い物行った時に平家パイがあったらしくて、源氏パイはハートのパイじゃないですか。平家パイはこの四角のパイの中にレーズンがチュンチュンチュンってなってるやつなんですけど、平家パイを食べました。肉と寿司とラーメン。私何食べてるんだろうな。帰ってきた日は何食べたっけな。アンナちゃんありがとう。みかんとこたつ。かまちゃんさん、ハートありがとう。何食べたっけな。お肉はまだ食べてない。お肉というお肉は、焼肉はまだ。お寿司はお正月食べたかな。洋服、もう洋服足らないですよ。もう毎回もうな、全部に2回ぐらい来た。結局天下一品のスウェット着ずに終わった。明日
来て帰ろうかな。かまちゃんさん、みかんの子たちありがとう。天下一品は明日のレッスンの時、レッスンじゃないわ、公演の時に来ていこうかな。いや本当はね、行きたかったんですよ、京都の本店。行けなくって、ちょっと行けなかったので。しかも天下一品行ったんだけど、さすがにね、お兄ちゃんとかお母さんに、いやさすがにちょっとどう、いや、やめた方がいいんじゃないみたいに言われて、ちょっと抑えめな感じで行ったので、結局来なかったです。かまちゃんさん、お疲れ、ありがとう、かわいい、ありがとう。初詣まだ行けてません。あららら、空はちゃんとパチパチしてきました。もひろ、あのおみくじは引いてない。あーちゃんさん、ハートありがとう。バラありがとうございます。昨日初めて、お、定一パーカー、いいちゃん、定一パーカー、パーカー、妹とね、七並べ対戦してたんですけど、最近私の携帯がなんかね遅くてね、妹が先に入って私が入らないっていうことが多くて、壊れてるこの携帯ってめっちゃ言われます。でもこの携帯、2012だから14でしょ、2017年の10月に買ったの。4年ちょっと生きてるから、そら遅くなるよね、充電の入り早い気がするし。たまたまさん、みかんありがとう。あんなちゃん、ラブレターありがとう。これ4年、もう言うたら 5年ぐらい使ってる。あーちゃん、あーとありがとう。愛を捧げようだったので、今年もそれは投資で頑張ります。いいね、よかったよかった。こそ、これは4年以上だけど、これは1年ぐらいかな、12プロは。たまたまさん、みかんのこたつありがとう、ありがとう。明けおめ、食べ過ぎてたらやばいね。みんな体重大丈夫か、くくりたいな、髪の毛。皆さん、センスありがとう。センスじゃない、センスだ。斉藤さん、ハートありがとう。明日僕、お、待ってる。あーちゃん、久しぶりだね。測ってないから大丈夫だよ、だって。怖すぎでしょ、測ってないのは。新しいこの潤いのやつ買ったけどさ、もったいなくて、これ取れないんだけど、めっちゃこれ以上入らなくて取れないんだけど、頑張って取ろうとしてます。毎日食べ過ぎてる。放課後ホームルーム3人だからうまく話せなさそう。大丈夫だよ、大丈夫だよ。空が頑張、あの何、不安にならないようや、回しじゃないけど安心してちょん。何をのろもさん、あきおめありがとうございます。あきおめ、熱帯さん、鍋ありがとう。寄せ鍋かな、鍋、うどん鍋ありがとう、美味しそう。エビ天、そう、公園明日、怠け者みたいにだらけてます。頑張れ、お仕事始まるよ。シナノワイン買ってみたけど、うますぎて呼びつぶれた。じゃあシナノソラハムにも酔いつぶれましょうね。ね、最近はあやパンじゃないのか。僕これ土曜日ね、なんかもっとねやりたいよね、土日の土曜日とかに。日曜日だったら帰るのが難しそうだからあれだけど。今夜は瀬戸宗、そうだよ、新年初めての瀬戸宗です。今年3軒目のラーメン、1分とめっちゃ食べてるよね、ラーメンめっちゃ美味しそう。そう、ユミリンさんとミホリン、たむたむさん、センスたくさんありがとう。こんにちは、
お疲れ様です。寒くて外出てない。やっぱいっちゃん、シノのソラハで酔いつぶれてます。酔いつぶれます。頑張れ。パシに LINE 送ってたの面白かった。面白い LINE 送ったっけ私パシに。面白い LINE 送ってないよ私。ユミにはスペインイベント調子を話したことあるけど、ミホにはほんま話したことない。つられちゃうんじゃない。カキフライ爆食いはすごい当たらなかったですか。そう、たこ揚げはパパが頑張ってくれました。空が交代して写真撮った時は大丈夫だったんですけど、時間経ったらフューってもう落ちてきた。お疲れ様です。年末年始は割と体調不良かな。大丈夫か。お疲れ様です。水泳やってましたよ。夏限定だけど、夏限定だったけどやってました。小学生の時ちょっとだけ。痛くはなかった。ういじゃ。こんにちは。明けましておめでとうございます。今年もよろしく。めっちゃ挨拶がさ、こんにちは、明けましておめでとう、今年もよろしくね。おはようグルト。呼び捨てする自信ないけどどうしましょう。ソラも呼び捨て皆さんできる自信がありません。頑張ります。9日、8話はそう見にで、9が呼び捨て、呼び捨てファンタジーや、呼び捨てファンタジー。体重上流増量量、体重増量。皆さんハート、何やならばさん先生ありがとう。今週も貸し並の3位、お連続ありがとう。こちらこそ、もういっぱいいっぱいいっぱいありがとうございます。そらも参加したいわ、ありがとうって。最近アンピと仲いい。最近ってか普通に初期の頃から仲いいですよ。私ほんま初期の頃に一回行ってカフェで、セルアミぐらいになってまたもう一回行って、そっからはちょっとツアーとかでお互いバラバラだったから会わなかったけど、おはよう。呼び捨てどんな感じになるのか楽しみ。頑張るよ。頑張ります。めっちゃ頑張る。初めてのお話からどんな心持ちで行けば抵抗しますでしょうか。どうだろう、そんな緊張せずに大丈夫ですよ。空は話します。こんにちは。呼び捨てできそうにないです。頑張れ。食べて寝て食べて寝て、わかる。あきおめこんにちは。初めての話し会は理由を話すことをお勧めします。確かに、なんで来てくださったとか、何で好きになってくださったとか言ってくださると嬉しいかも。てか聞くと思うな。3日連続当たった。もう呼び捨ての日仕事になりそう。あらららら、こんにちは。ホームルームの他の子は緊張する。嘘、大丈夫だよ。こんにちは。1月22日、そう広島、みんな申し込んでくれたかな。シリアルコード大変だと思うけど、うまい。アンナちゃん先生ありがとう。
今日も可愛いだって、ありがとう嬉しい。明日までみんなドラさんも申し込んだかな。こんにちは、 STU48 ドラフト3期生のシナノソラです。よろしくお願いします。チュッチュクチュー、チュッチュッチュッチュクチュー、お年玉ゲットできましたよ。もちろん、ミロさん赤いペンライト、ウィンディさんセンス、オリコクさんハートありがとう。ミロさんペンライトありがとう。でも勉強から解放されたからね、大丈夫なんだよ。古典が案の定追試でした。でももう追試合格した、ちゃんとやりました。案の定古典は追試でした現代文は追試じゃなかったです。でもまだね、採点待ちなんだよね。他の7教科が、世界史と政治と地学、大学、英語、家庭科、情報科学がまだ採点待ちだからあれなんだけど、とりあえずもうあの追試も合格できたから、古典で現代文は普通に合格だったから、もう古典はね諦めてたから。私古典は本当に意味わかんない。こんにちは、そらも明日が仕事始めです。古典はでもね、なんかあの勉強して、勉強しててかお父さんとかに聞いてじゃないけど、なんか解けれました。こんにちは。勉強から勉強、一時期っていうか数学で意味が分かんない時があったんで、そのところそこをみちさんに教えていただきました。髪は染めませんね、染めたい欲がないです。結局ねマニキュアも塗ろうかなと思ったんだけど塗らずに終わりました。なんかほんまに爪が割れてからもう爪に対して悲しくなっちゃって、ピンクも塗らずに今年のお正月は終わりそうです。塗ろうと思って買ったんですけどね、塗れなかったキコさん可愛い、ありがとう。しかもなんか塗らん方がねいい気がする。ダンちゃんさん清めありがとう。ミルさんハート、アンナちゃんハートありがとう。なんか塗ってたらさ、塗ってたら女の子は多分可愛いと思うよ。でも多分男性からしたらね、あんまりこう良くないじゃないけど、不清潔でもないけど見えるよね。色にもよるけど、ピアスは開けない、やだ。あれらしいよ、ピアス開けたら大河ドラマ出れないらしいですよ。何だっけ、朝ドラやったっけな。ダニエルロバさんハートありがとう。ソラハはあブラウンとかやってみたいなと思うけど、なんか例えば誰かがブラウンつけてたらあってなってしまうから、私はやっぱ透明が一番や。透明か薄ピンクとか。今爪割れてる悲しい。大河ドラマ狙ってません、狙ってません。普通にピアスを開けたりとは思いませんね。なんか分からんけど、めっちゃ偏見なんやけど、なんか髪染めてたりピアス開けてたりするとあヤンキーやってなるよ
めっちゃ偏見なんや。めっちゃ偏見やから全然そんなことないんですよ、世の中の人って。偏見なんよね。なんだちゃん、ありがとう。明日髪型何にしようかな、何にしよう。もうザ偏見なんだけど、ちょっと怖いと思う。イケイケならんと思うな。ちょっとちょ、なんかヤンキーじゃなくてなんか近寄りがたいっていうか、うっ、やっぱさ見た目がさ怖いとさ、初めは話しかけれんや、いくら中身がすごいいい方でも。やっぱ初め見た目が怖いとおっなるやん、構えるやん。あと奈々さんとかはね、もういい方だっていうのは知ってるから何とも思わないんですよ。タトゥーシールはないな、願望は。多分サラハのこと知ってる人の方がこの世の中って好きないじゃないですか。だからさ、やっぱ今後知って言ってもらうためにも入りやすいじゃないけど、こうあってちょっと思ってもらえるように、ちょっとさそんな何ピアスはまあ開けれんし髪も染めれんけどさ、マニキュアとかは休日だったら確か OK なんよね。だから私はないかな。まあザ偏見だからね。本当はいい人たちがいっぱいなんですけど、ソラはね本当にね、なんかメンバーさんとかよく髪染めたいとか、なんかマニキュア塗りたいとかって言うんよ。でもそんなソラはないんだよな。だから多分そういう欲が全部ご飯への欲なんだよね。全部ご飯に行っちゃうから欲が、だから太るんよ。逆にそっちの欲ないもう欲しいんだけど、逆に諦めして。ピアス NG どうなんだろう、知らないです。ピアス系はそう、そういうあー買いされたいとか、あマニキュアしたいとかは全部食欲への欲に行っちゃうんだよね。アイドルとしては良くないね。田中ゆいみねそう、どっちがいいか分かんない。そうなんだよね、他に何かあればいいんだけどね。服の欲、最近でも新しくちょっと買いたいと思ってて、もうちゃんと買わなかったんですよ。グレイル年内は2021年は買わなかった、あれから。だからちょっと買おうかなって思ってます。服がないんだよ、なくなってきちゃったよ。結構買ってたけど。いっぱい食べる君が好きだよね。そらもいっぱい食べる人、そらがいっぱい食べるから相手方もいっぱい食べないと、私がいっぱい食べてやばい人だと思われる。グレイルお正月セールどうなんだろう、セールしてるのかな。いやグレイルで買ったら、一回買ったらさ、もうお店とかで服買えないんですよ。あ可愛いと思って値段見て、あー3000かいいやってなってしまう。グレイルの福袋買ってないな。福袋は嫌ですね。私ミスドも買ってないですね。ミスド冬の流行気になりますか。気になりますね。
あけみさんありがとう。あきょめい初見 ST48 ドラウト3期生のしののそらです。高校3年生18歳兵庫県出身です。よろしくお願いします。憧れのブランドとかないの？わかんないですね。なんか、グレール誰かさんの影響で見るんだけど可愛い。こんにちは。ミロさんハートありがとう。グレールさん、子供用の服が 2,3 着あるんよ。確か1着か 2,3 着あったからさ、妹に買ってあげて。憧れのブランドはでもパラグラフ一回着てみたいなと思ってて、お兄ちゃんにもらって着てもう満足したから、もうパラグラフはいいかな普通。あとはカーハートも、カーハートなんか欲しいって思ってたら、お兄ちゃんが古着屋さんでカーハートのなんかねっけちっちゃいバッグみたいな感じなのだから、そのカーハートのバッグを身につけてもう満足しちゃった。なんか今ブランドないな好きなブランド。お金持ちだったらなんだろう、何がいいんだろう。スナイデルって私に似合わないんだよね。私って何が似合うんだろう。だコックさん曰く本当に私はカジュアル系らしいから。そうお兄ちゃん、そうお兄ちゃんが持ってていいなーいいなーと思ってて、で一回貸してもらったりとかしてきたら、あもう満足だってなっちゃった。ナイキの可愛いスウェットを探してる。ナイキ本当に、ナイキ最近の本当にスポーツ屋さんとか行ったらナイキ、ナイキナイキ、白のズボン履いてるコーデめっちゃ好きでしたって。嬉しい。お兄ちゃんなんかおしゃんっていうかすっごい古着なんだよね。古着めっちゃ古着マンです兄ちゃん。なんか今年の今年ない前回会った時はそんな古着じゃなかったのに急に古着になった。ソラはお金持ちになったらヴィトン着てそうだって。すごい偏見だ。お金持ちになっても絶対価値観変わらん気がする自分。服とかも一回安いの着たらもう逆に、私は安くて可愛いのをいっぱい買いたいから高いのを一着とか満足できないんだよね。もう飽きちゃうからすぐ服。笑顔が一番似合います。嬉しい。イエーイ。服より靴が欲しい。でも靴この前買ったんですよ。で皆さんにこれを買いましたって言ったら、あうわそらはちゃんうわお金持ちになったとか言われるけど、全くお金持ちになってなくて、ただただ半額だったから買ったっていうだけなんですよね。しかもずっと、もうそらのメール取ってくださってる方分かるんだけど、もう2年ぐらいはねなんか厚底の靴履いてたの。ソラハちゃんとお兄ちゃん似てますか？似てるそうです。なんか半額だったの。半額だって。でも自分の中ではその靴はすっごい高いの。自分の中ではあ高い高い高いと思ったんだけど、前回ねずっと履いてた靴があるんですよ。あのユニバー行く時とかもうずっともう何のどんな時でもその靴履いてたっていう靴があるんですよ。新しいこういう系の靴欲しいなーってめちゃめちゃメールとかで送ってたんですよ。鼻がかゆい。全身がないな。ずっと履いてたからな。
アンナちゃんハートありがとう。でもお父さんかお父さんとお母さんからのお年玉っていう感じでもらいました。あ、買ってもらいました。おはようグルト。だから昨日あのお兄ちゃんと兄ちゃんとパパに靴磨きみたい なんか靴の手入れをしてもらいました。今まで2年前のお正月に買ったこのあすごい反射してる、こういうやつ、このこういうこの靴しか持ってなかったんですよ。この靴でも2年も履いてもめっちゃボロボロだったんですよ。もうほにょほにょって感じなの周りが。なので新しい靴を買いました。でもなんかもともとは値段言ったら分かるんだけど、もともとは2万3000円ぐらいのやつが1万円ぐらいになってたの、半額になってた。だから買いました。1万円なんですよ、半額だったの。5割だったの。え、5割ってやばくない？5割ちょい。え、やばくないですか？でもこれを買うしかないよ。しかもこういう形の靴がまた欲しかったから。ほら、これ言い訳にしか聞こえないって言われそう。アンナちゃんかわいい、ありがとう。そう、なんかドクターマーチンのなんかハイカットのブーツは、私ハイカットのブーツすっごい苦手で、あのハイカットのやつの方がいいって兄ちゃんにも言われたし、分かるよ。最近なんかズボンをハイカットの中に入れておしゃれみたいなのめっちゃ見るから分かるよ、ハイカット。でも私 の足のさ、なんか足のこの太さっていうか、足的にハイカット似合わない足してるんですよ。私あの足首を出さないとめっちゃ足太く見えるの。だからふくらはぎまで隠されるともう本当に地獄なの足が。だから普通 の平べったいあの足首までのやつを買いました。お兄ちゃんと一緒に口磨きしました。だからまた履いたら送れますね、メールとかに。でも靴は皆さん買えるやと。でもそのね、仲いい友達もなんかドクターマッチン買おうかなって言っててね、え、なんでそんなで買う前に会ってたからね、そのドクターマッチンを買う前に友達と遊んでて、え、なんでそんな高いのを買うのって言ったの。じゃあ友達がね、何だっけね、あの何だっけな、足なんか足いい靴を履いてたらなんかいい場所に連れて行ってくれるらしいよみたいな友達に言われたんですよ。え、どういうこと、何で知ったみたいな言われて、え、分からんけどなんかそんな感じで言うとったよみたいな言われて、でも友達も買おうかなって言ってたし、なんかお年玉だし自分のお小遣いじゃないし、まあ今年1年やろう、頑張ろうと思って買ってもらいました。1万円ぐらいで買えたのでちょっと許してください皆さん。いや、まあ1万円でも高いと思うんですよ、半額だとしても高いと思うんですよ。でもああいう形の靴を買おうって、買おう、お母さんとずっと言ってたんですよ。ああいうくるぶしまでの靴を兵庫買えたら買いたいって言ってたの。だからそう買ってたんですよ。決してあ安いから買おうっていうんじゃなくて、もともとああいう形の靴が欲しいって思ってたから買ったんですよ。あ、これ絶対言い訳に聞こえる。あ、おしならそれはお金持ちとか悪いかもしれないけど、全くお金持ちもなく、ただのもう普通の人間です。イギリスのお店は客の靴見て判断する。嘘でしょ、怖っ。そう、素敵な場所、そう友達に言われた。つりきちさん先生ありがとう。あー、たくさん鍋ありがとう、ありがとう鍋。
だからドクターマッチンはもうしっかりしっかり吐きます。もう自分の中では高かった。でもなんかさ、高い靴っていつ履け、どういうタイミングで下ろせばいいんだろう。私一生履けない気がするな。雨の日はわかん、わかった。それははかんかな。普段履きでいいと思う。ダメダメダメ。2万のスニーカー買ったやばいって。金持ちやん。みるさんハートありがとう。次に2倍行くときとか。あー、なるほどね。ちなみになんかね、ドクターマーチンのお店じゃなくて兵庫県にしかないのか知らんないけど、ひらきっていう安いところ、遠かったんだけど頑張って行きました。家族でお父さんに運転してもらって、ひらきっていう兵庫にしかないのかな、わかんないんだけどっていうところで買いました。半額だったんですよ。開き知ってる？開きめちゃくちゃ安いんよ。あ、靴の開きって言うんだ。あれ開きっていうお店屋さん、昔からよくねお世話になってました。文房具とか開き、開きって全国にある？ひらきね、ひらき、あ、知ってる？ひらき半額だったよ。でもね、私が行った時が25センチがラスト1個、24もラスト1個、23.5、その3足しかなかったの。バリギリギリやったで。開き知ってる人か、激安通販なのかな、通販の開き、開きっていうお店、なんかいろいろあります。兵庫と大阪しか知らない。そうなんだ、開きって。半額だったよ。もう終わったと思うけど、ドクターマーチンが半額でした。2万3000円のが1万円って書いてた。でもそろそろ終わらかな。あなたありがとう。あ、通販がある。欲しい靴も含めいっぱいあるけど高いの買えない人わかる。でも私はなんか物欲がないのよな。なんか高級なバッグ持ってる人とかいても、うわお金持ちなんだろうなで終わっちゃうんだよな。自分はなんか置いてかれそう。例えばもうめっちゃ自分がもう死ぬほど頑張りましたとか、何かありました、めっちゃ頑張りましたとかなって、例えばなんだろうな、お高いさ、この前はお財布買ったからバッグ買うとします。バッグをつけます。バッグがキラキラ輝きすぎて私が置いてかれると思うんですよ。それ相当の人間にならないと買いたいと思わないんですよ。お財布とかだったらなんかお金貯まるとか、お財布は何年何年とかなんか使えるじゃないですか。カバンも使えるけど、お財布はこう目にみんなの目にあんま触れないじゃないですか。でもカバンとかって置いてかれるのが恥ずかしいんですよ自分。そうだから私はカバンとかそういう高いものを買いたいという欲はないんですよね。私も似合う人間にならんとだな。マルクさんハートありがとう。みちの短編プロジェクト、あね、なんかみちさんプロジェクト欲しいってメールに書いてた。
カバン大学生。でもそれは本当あったら今年の4月から大学生なんだ。いかんけど。でもなんかないとね、そんなん買いたいとか思わないから、欲しいとは思わないんだよな自分。お兄ちゃんにも言われる、高いお高いいいやつを一着買ってそれを使えばいいって言われるけど、いや空は安くていいもん、安くて可愛いのいっぱいいろんなたくさん買っていろんなカフェなんかとか行ったりとか写真撮るから。今ミツズズ開催見てる、えらしいですね。え、映画見に行ったのかな、ミツさん。ミツさんとズズ開催見に行きたいな。兵庫でお兄ちゃんと見に行こうかなと思ったけど見に行けないから。そうそう、配信終わるかな。無色転生、あれスライムだったみたいな、あそれは違うか、転生したらスライムだったみたいな。皆さんハートありがとう。映画まだか、え明日聞いてみようかな。アンナちゃんラブレターありがとう。ウィルさんあとありがとう。それはまたウォーキングデッドを見ようと思います。ザンビー。昨日お父さんとお母さんがウォーキングデッドじゃなくてフィアーザウォーキングデッドっていうゾンビのやつにも4種類3種類あるんですけど、それの2個のあのフィアーザウォーキングデッドっていつもママとパパが見てて、えでもウォーキングデッドシーズン10まであるんですけど、一回ちゃんと見直してシーズン7、6話ぐらいまで見てるんですよ。だからあとまあ40、50話ぐらい残ってる、プラスフィアーズウォーキングデッドの1シーズンなんかまあ15話ぐらい、50話、50時間がめっちゃ頑張れば3日4日で終わるって感じ。まあそんなも見れないけどね。1月はちょっと明日からお忙しくなりそうな予感なので、落ち着いたらいろいろ見たいな。ゾンビじゃない、ゾンビが好きじゃないんだって。ゾンビじゃなくて人間関係なんだって。ゾンビが好きなんじゃない、見て見て、もうゾンビじゃないから。あ初めはゾンビうわーとか思うかんだけど、もうゾンビじゃなくなる、人間と戦い、人間と人間の戦い。ニーガン良き、おごうガチ。ドミュークさん今日面ありがとう。では男女を見ます。13位オリクウキさん、12位アンナちゃん、11位スーさん、10位ヒロさん、9位キノピーさん、8位チャピチャピさん、7位レッドアイさん、6位ミルさん、5位斉藤さん、4位ウィンディさん、3位トワイライトさん、2位アーちゃんさん、そして1位はスネキツさん。ありがとう。ゾンビラブじゃないわ。それではそれでは配信を終えたいと思います。本日もこの配信だけだと思うんですけど、来てくださった方ありがとうございました。私も明日からお仕事始めということで、今日はしっかり楽しんでいきたいと思います。では配信終わります。メールとかツイッターとか投稿します。あこの後サトラブ投稿しますので見てください。動画投稿します。ではまたね。今日も一日ファイトラブ。二度りする方お休み中。ではバイチェラポー、まったねー。